スキャッチャードプロットスキャッチャードプロットは結合リガンドと非結合リガンドの濃度の比を結合リガンド濃度に対してプロットしたものである。自由に簡逆なリガンド、需要対結合相互作用のデータを解析する手法の一つ。プロットにより直線の傾き計が得られる。結合定数は解離定数の逆数である。X 軸の切片は Bmax である。 スキャッチャードプロットでプロットしたときにデータが直線とならない場合がある。こういった場合は、気質に対して結合したリガンドが測定前に平行に達していないか結合が共同的である。スキャッチャードプロットにおいて B が X 軸と Y 軸の両方に使われているため線形回帰モデルにおける独立性の過程が成り立たない。一般的にスキャッチャードプロットやライバークは 時代遅れである。それらの本来の意味はデータを線形回帰手法が適用可能なように元データの線形表現に変形することであった。これらの変形は高い頻度で実験誤差を歪め、結果が正確性がないならば誤解を招きかねない。スキャッチャードプロットの名称はアメリカ合衆国の科学者ジョージ・スキャッチャードにちなむ。A.B. ボト、ドナルド、 バイケミストリー、サードエド、ジョン・ワイリー&、サンズ、インク、ISBN0 から471392235ハットグロス、デビッド、フィジカル・ケミストリー。 アプリケーションズインザライフサイエンシズ、h t t p ススララッッシシュュド u ト c s u、e、m a s s e t u スラッシュ ext.aepps スラッシュ chemistry スラッシュ ebook スラッシュ ch7 スラッシュ sec13.htm8 グラフパド faq サチュレーションバインディングカーブスアンドスキャチャードプロッツ2014年1月31日閲覧 ありがとうございます。